結果発表。大丈夫かな。いきなり失格とかになったら。すまない。待たせてしまったようだな。いえ、全然待ってないです。はい。相当緊張しているようだな。君の置かれた状況を考えれば無理もないが、もう少し心を落ち着けてほしい。あ、はい。そうだ、深呼吸。ふやーって言うのそれ深呼吸なのね。落ち着いたか。はい、なんとか。よし、では早速結果を。あー待って、もうちょっと待ってください。待つのは構わないが、それで結果が変わるわけでもないぞ。そうですよね、ごめんなさい。ではもういいな。改めて今回の君の仕事に対する評価を発表させてもらう。大丈夫だよ、ちゃんとやったから。お願いします。星3つです。やりました。星3つです。いいんだよね。え、こんなにいい評価。ああ、見事というほかないな。アストリッドも適当な判断で君にアトリエを任せたわけではないということか。これ本当ですか。何かの間違いじゃ。だって私がやったのに。俺がやったの。俺がやったんだ。あまり自分を卑下するのは感心しないな。あ、はい、ごめんなさい。頑張りました。君の仕事に対する正当な評価。君はもう少し自信と誇りを持った方がいい。柄にもないことを言ってしまったな。それでは次の依頼内容を伝えておく。次の依頼ですか。そうですか。次回もこの調子でよろしく頼む。簡単な依頼でお願いします。フラム、タル、大砲の3アイテムを納品する。わかりませんね。わかりませんね。タルと大砲。タル見たな。タル拾ったな。タルは拾ったんだけどな。大砲はなんかレシピもらいましたね。フラムもその中にありましたよね。フラムって何？イングランドのサッカーチームかい？爆弾ですか？ああ、鉱山資源の発掘に使うので、とにかく数が必要だ。危険物なので、作業にあたっては細心の注意を払ってほしい。はい、任せてください。ちょっと材料気になるな。いい返事だ。それでは、よろしく頼む。はい。頑張ります。なんとか終わった。まさか褒められるなんて思ってなかったけど、自信と誇りか。よし、次も頑張らなくちゃ。おい、そこの騎士。おい、私が呼んでいるのだ。聞こえないのか、そこの騎士。大臣、私の名はステルテンブルクです。いい加減覚えていただけるとありがたいのですが。まあ大臣悪そうだね。悪そうな大臣だね。貴様の名前などに興味はない。それより例のアトリエはどうな。そうなやつだね。今日は結果発表だったな。こいつは敵だね。見事こちらの依頼に応えてくれましたよ。何？貴様、よ
評もや評価に手心を加えたのではあるまいな。私は結果を言い渡すだけで評価の審査は行っていませんよ。お疑いでしたらご自身の目で確かめて。しっ、いまいましい、アトリエの小娘だめ。だからこいつがあの権力で潰そうとしているやつでしょ。王が猶予を与えるなどと言い出さなければ。でしょ。あんなアトリエすぐにでも取り潰してくれたもの。もう RPG の大臣って大概悪いからね。大概ではないけど、普段はどこを遊び歩いているかもわからんというのに、肝心な時だけ口出しをしよって。いくら大臣といえどそれ以上の王への暴言は見過ごせませんよ。こいつはいかんパターンのやつですね。まるで分かっておらんのだ。王も貴様もな。アトリエのある土地一帯を工場にし、さらなる量産体制を整えればどれだけの国益となるか。どれだけの国益となるか。そんな純粋にこの人は多分国のことを考えてないよ。多分その裏に何かがあるんだよ。確かに一階の騎士の身には理解できぬ話です。賄賂的な何かがあるんですよ。しかしきっとね、大臣も王の提案を受け入れた以上、今さら文句を言うのはいかがなものでしょう。どうせすぐに失敗するだろうと鷹をくくっていたのかもしれませんが、まあいい、今回はうまくやったようだが、遠からずボロを出すに決まっている。何か裏があるんでしょう、この人はね。で、王様はまあ多分懐が深い方なんでしょう。そんなんだと思います。今日のところは引き下がってくれたか。外れてるかもしれないけどね。でもあるが、外れてるだろう。時々極端に視野が狭くなるのが困りものだな。本当だよな。どうせ今後も何かと言ってくるだろうし、同じ言われるのならば、私もやりたいようにやっておくか。よし。さすがに邪推しすぎたかな。ちょっと悪い推理をしすぎたかな。もっと普通に単純に意地悪なだけかもしれないし。はあ、やっと一個終わった。でもすぐに次のをやらないと。3年間も頑張れるかな私。喜んでいるかと思ったら、うん、逆に落ち込んでいると。また来んのかい。え、うわー、ステルクさん、なんでここに。何度か呼びかけたが返事がなかったのでな。失礼かとも思ったが勝手に上がらせてもらった。ごめんなさい、ぼーっとしてて。あの、私に何か。ああ、先の依頼のことで少し話が。依頼のこと？なんか失敗しちゃってました。もしかして合格取り消しとか。いや、そういう話では。沈まれ。はい。何事も悪く考えすぎるのは良くないぞ。もっとも君の場合、あの師匠のせいで被害者意識が強いのかもしれないな。そうなんでしょうか。ステルクさん怖い顔してたからてっきり。怖い顔をしているつもりはないのだが、そう見えるなら改めるよう努力はしよう。それよりそろそろ本題に入りたいのだが。あー、ごめんなさい、関係ない話しちゃって。では先の依頼にあたって何度か町の外に出かけたと聞いたのだが、事実か。うん。はい、お店じゃ売ってない材料とかもありますし。一人で出かけたのか、それとも警護の者と一緒に。いえ、くーちゃんとか友達と一緒に。友達とか。禁止されているわけではないが、町の外は非常に危険なんだ。友達強いよ。少しは安全にも配慮してほしい。でも外で材料取ってこないとアトリエが。アトリエの存続のためとはいえ、それで君自身が怪我や最悪命を落とすことになっては。いや、元はといえば国からの命令が原因か。君を責めるのは筋違いだな。そうだそうだ、違うぞ。その辺のサポートはそっちの責任だぞ。だからといって
そのハード面の問題はそっちの責任だぞ。よし、今後町の外に出るときは可能な限り私が同行する。おそういうことかい。え、ステルクさんが？それならあのストレートに言ってよ。迷惑であるならば無理強いはしないが、ストレートに言ってよ。全然迷惑なんかじゃないです。でもいいんですか、ステルクさん。お城の仕事とかもあるし。君はこの町の人間だろう。町の人間を守るのも騎士としての立派な務めだ。それにさほど多忙な毎日を送っているわけでもないからな。騎士さんって意外と暇なんですか？あー、ごめんなさい。そんなつもりで言ったんじゃ。いや、気にしなくていい。私からの用は以上だ。今後外に出るときは遠慮なく声をかけてほしい。強いんかな。ではなんか使いたいですね、ステルクさんね。じゃあ誰外す？怒らせちゃったかな。でも強いんだよな。クーちゃん弱いんだよな。あ、飛ばしちゃった。クーちゃん弱いんだよな。クーちゃん、このクーちゃん弱いんだよな。セルの方がね、回復のスキルもあるし、あーでもちょっと待って、レベル上がったから分かんないな。変わんないか。別にスキルもないな。全体攻撃とかあったらな、使えたんだけどな。こうね、回復する回復系があるのでね、こっちの方が使えるんだよね。クーちゃん使えないんだよな。後でにしよう。はい、ここから、別日になってます。パート6かな。まあ、ちょっと前になんかシーンがあるから、なんかアイテムを収めるとか、あの期限のやつがねあるんで、そっからちょっとね別日ですね。でね、ちょっとね何したらいいかわかんないんですけど、なんかイベントがこう3つあるようなんで、まあ、とりあえずこれ見ましょう。お、ハゲる。おう、じゅうちゃん、ちょうどいいところに来たな。この間頼まれた件、なんとかなりそうだぜ。この間頼まれ、頼んでないよね。私何か頼みましたっけ？忘れたのかよ。ほら、前にじゅうちゃんでも使えるような武器や防具が欲しいって言ってただろ。お、そういえば、そんなことお願いしたかも。たく、そりゃねえぜ。こっちはじゅうちゃんのためにずっといろいろ考えてたってのによ。ごめんなさい。もう作ってくれたんですか？いや、これから作る。これから？俺もいろいろ考えてな。じゅうちゃんの武器を作るのは簡単だが、チャチな武器じゃ他の客には売りやしね。でもそれじゃ商売にならねえから、ジョーちゃんにとんでもない値段で買ってもらうしかなくなるんだが、需要と供給も考えないとね。私お金全然持ってないですよ。それも錬金で作れるとか言うんじゃない？ジョーちゃんの懐具合ぐらい分かってるよ。じゃあどうしたら安く作れるか、答えは一つ。ジョーちゃんが自分で材料を取ってくりゃいい。自分で材料を？なるほど。でこっからは少し長くなるが、耳かっぽじってよーく聞いてくれよ。おうおうおお、武器調合ができるようになった。まあどうせ一緒でしょ。また流れんのかこれ。まあ多分一緒でしょ。まあ武器とか防具、まあ材料をこう選んで調合するってだけでしょ。
でその、ま、装備によって必要な材料はまあまあ分かる分かる、あのオンラインゲームでよくあります。自分が昔やってたオンラインゲームとまあ似てますと、こんな感じだ。何か分からないことはあるか？ないよ。あの一つだけ、武器を作るためのインゴットですか？インゴットってなんか、その材料はどこで買えるのかなって。そりゃこの辺だったらアーランド国有鉱山だろうな。アーランド国有鉱山、そこも行けるようになるんだね。こっから西の方にちょっと歩いたとこにある鉱山だよ。今は錆びれちまったが、少し前まではこの町で使う金属は全部そこから掘り出してきてたんだぜ。へえ、わかりました。後で行ってみます。おう、気をつけてな。この俺がジョーちゃんのためだけに武器を作るんだ。じゃあ今はどうやって作ってるの？これっきりの材料拾ってこいよ。まあいいや、とりあえずこれでね、ちょっといいお話というかね。あ、ここでできんの？それじゃあ、ちょっとわかんないけどね。材料。分解もできるの？いや、しないけど。ちょっと待って。こいつでいいんだな。なんかお金かかるね。おし。いや、ちょっと後でいいんですよ。待って。はい。ティファナさん、お出かけですか？あら、もしかしてお買い物だった？いえ、それはいいんですけど。どこに行くんですか？主人のお墓参りに。本当は命日に行かないといけないんだけど、忙しくてなかなか。ね、ああ、ごめんなさい、私たら。ううん、気にしないで。一応夕方には戻ってくると思うけど、お店は明日からになっちゃうの。いえ、全然大丈夫です。だからそのごゆっくりっていうのも変ですけど。ありがとう。それじゃ行ってくるわね。店休みなんだね。悪いこと聞いちゃったな。ティファナさん、普段明るいからつい忘れちゃうけど、気をつけないと。本日休業。あ、そっか、近くなんだよね。アトリエここだもんね。隣さんか。よいしょ。もう一つ。あ、実家。ただいまーって。やっぱり二人ともいないか。何か置いてあるみたい。ロロな絵。またしばらく二人で出かけてきます。この間の旅行のお土産を置いておきますので、大事に使ってね、母より。また私だけ置いてけぼり。もう慣れちゃったけどね。またすごいもん置いてかれてるな。よくわかんないアイテムが置いてありますけどね。作戦を練らないといけないね。まあ、まあいろいろやらないといけないことがまたありますけど。何を作ろうかな。まあ
フロジストンと火薬は、まあ、まあ、わかります。中和剤、フロジストンは売ってたんだよね、確かね。だから、まあ、火薬、まあ、火薬も買えるから、火薬になるアイテムも買えるから、まあ、中和剤を作っとけばいいぐらい、かな。何を作ろうかな。アイヘは、アイヘ？なんか見たことあるな。なんかどっかに、その森かどっかになんかあった気がしますよ。あいひ、いやこれじゃないの。木なんだよ、確か。枝みたいなんじゃなかったっけ？あっち、ん？木、まあ、どっかにあるでしょ。作ろうかな。液体ってなんだ、水でいいの？いやなんか違う。何を作ろうかな。まあいいや。インゴットがそのなんか新しく行けるようになったそのなんだっけ、鉱山で取れるんですよね。だからまあとりあえず一回行ってもいいっちゃいいんだよね。作ろうかな。まあ、何してもとりあえず採取はしといてしに行ってもいい状況だと思うんで、行ってみようかな。うん、そうしよう。ではこれからも引き続き頑張ってくれ。何をもらったんでしょうかね。こんなのもらっちゃった。せっかくだからどこかに飾ろうっと。幸せのバスケット、模様替えができるようになった。じゃあちょっとね、暇なんで、暇っていうかあのインゴット取りに行かないといけないらしいので、あ、そう。ほんとね。あんだぶね。ステルクさん連れてこう。どうしようかな。あ、強いな。一緒に来てもらおう。誰に交代してもらおう。さよなら、クーちゃん。どうしようかな。さよなら。また後でね。力を貸そう。また後で来ても、あの、仲間にするから。あ、でもいくつ、ああ、そっか、これつけてるじゃん。ちょっとステルクさん一強にして、多分この人で、その、一匹モンスター倒せると思うんで、で、残り、まあ、でロロナイクセルで、一匹をタコナウリ、タクナ、タ、もう、ちょっと今日はひどいな。よし、行ってみようか。インゴットはないな。まあ、やっぱ強いキャラクターはお金かかるんですね。怖いか、違う。それ！よし、先制攻撃だぜ。そう！強いな。楽勝楽勝。なんだ、どうした。戦いが終わったといえ油断してると危険だぞ。ああ、いい、ステルクさんって強いんだなって。すごいね、びっくりしちゃって。もう強くしてるのもあるけど。びっくりしたということはもっと弱いと思っていたのか。違います。そういう意味じゃなくて。冗談だ。こういう機会でもなければ腕前を披露することなどなかなかないからな。どう思われていても仕方ない。ステルクさんでも冗談なんて言うんだ。それに
騎士だから強いというわけでもない。私以外の騎士たちはろくに剣の修行も。ステヌクさんは結構強い方なんですね。これは余計なことだな。だけどなんか騎士の中がふぬけてるのが今ちょっと愚痴で出ちゃったんだね。それー、ちょっと待って、やあ、チャンスだね、今のうち。なあ、怖いな。もうちょい強いもんだと思ったんだけどな。やあ、やあ、来るぞ、気をつけろ。おお、ちょっと新しいのが出てきたね。あ、結構しぶといな。あと、強いな。やあ、うん、でも倒せてるからこそ。どうしよう。危ない。ちょろいぜ。うん、いやでもやっぱ強いっすね。ステルクさんがそれ以上に強くなってるので、まあ、そんなに問題ないでしょうけどね。まあ、ステルクさんいてよかったわ。強いわ、うま。レベルアップ。ステルクさんいてよかったな、これ。じゃあ奥に行きますか。取ったもんね。行くか。ちょっとお金見よう。今1032になってるから。200何十とか減んないよね。マジで。あ、減ってないね。よし。よし、先手を取った。わ、基本的に普通に出てくるんだ。あ、でも、経験値が美味しいから。無事に勝てたようだな。うまいね、ここ。よし、強くなってきたぜ。やあ、チャンスだね、今のうち。あれ、取れない。えい。ないな。てなマークがあるな。これは罠じゃないのか。行くしかないんだろう。あ、何か落ちてる。罠だろ。あ、お、結構いいものかも。やったー。お、罠じゃなかった。罠じゃなかったね。スティムコー、これでもないよな。インゴットだからってか。よし、先制攻撃だぜ。やあ、危ない。どうしよう。当たりやがれ。ちょろいぜ。無事に勝てたようだな。結構これいいパーティーじゃないですか。やったね、レベルアップ。よし、強くなってきたぜ、うん、真の強さにたどり着くにはまだ先は長いな。イサルクじゃないわ。イクセルがなんか自動で回復してるっぽいんで、今ダメージ食らってもね、待って、危ないな。終わりかな。来るぞ、気をつけろ。狙われてる。危ない。どうだ。
ベル上がったら無理か。MP 取られる敵がねいるから、ちょっとそいつは嫌だな。どうだ、どうしよう。くらえ、やあ、どうだ。まあ問題なし、何の問題もなし。よし、ガンガン行こうじゃないか。インゴット取れてないし。